かった。ストーリーを見るのね。読みたい話を選べばいいわ。小わっぱども。はい、すみませんです、ソラ先生。おばさん、すみませんでした。おばさん言うな。怖い、ちょっと静かにしよっか。お姫様も、お歌一緒に歌おう。サルちゃん、白雪姫と一緒に歌うのは難しいと思うのです。ごめんね、私が浮かれてたせいで。いいっていいって。でも今日はどうしたです？先生がお迎えに来るのはいつものことなのです。いつもより楽しそうだよ。わかる？わかっちゃうんだ。うん、ソラ先生じゃなくてもイラッとしちゃうかも。あ、ごめんね、嬉しくてついね、顔がにやけちゃうよ。なんでか聞きたい？なんでだと思う？もうじれったいな、なんでなの？あのね明日ね、師匠とね、お出かけの約束してるの。何？おお、お出かけ？お、ねデート？デートなの？いや、デートなのです。デート？どういうことよ。行っていい？ダメです、シャル
では一緒には行けないのです。お、ま、どこに行こうとくじるん先生と一緒なら絶対楽しいよね。うん、私ももう明日が待ちきれなかった。ちっ、ヤイチに誘われてコアッパが舞い上がってるだけ。デートのわけがない。でもまさか本当に、にゃふふふ、どうしようかな。私も何かサプライズを用意した方がいいかな。デートで何があったか今度詳しく聞かせてもらうよ。そうです、まさかキスとかしちゃうです。うん、うん、ちっ、何色気ついてんのよ小学生か。そんなそんな、まだ早すぎないかな。わからないですよ、クズリュウ先生とこれだけ仲良くしてるですから。はあ、私明日どうなっちゃうんだろう。今からドキドキしちゃうよ。我慢の限界、頓死しろ。変ね、ヤイチは明日私と VS するんだけど。え、明日ヤイチは家で私と一対一で将棋を指すの。出かける暇はないわ。何言ってるんですか、そんなはずありません。くどい。師匠は私とお出かけするって約束したもん。師匠が私との約束を忘れるわけがないもん。違うわ、ヤイチは私との研究の時間をすごく大事にしてる。あんたなんかが生まれるずっと前からずっとずっと一緒にやってる。私を優先するわ。ずるいです、そんな昔のことまで持ち出して。本当はこれからヤイチと約束するつもりで待ってたんだけど、同じことだし。えどういうことなの。クズリュウ先生、まさかのダブルブッキングなのです。でも愛と師匠でちゃんとお約束したもん。明日は一緒に出かけるって。目上である私との VS が優先よ。コアッパは引っ込んでなさい。ヤイチは私と。違わない、ヤイチは明日私と VS。 何よ、見つめ合ってん、喧嘩になっちゃうよ。一触即発なのです。ソラ先生はしょっちゅううちに来て師匠と対局してるじゃないですか。私と師匠の間に割り込んで邪魔をして、今回は譲りませんから。それを言うなら弥一の家で寝食を共にしてるあんたが譲るべきでしょ。私はわざわざ出かけていかなきゃ弥一とは研究できないんだから、絶対譲らない。師匠は私のです。私の、コアッパがヤイチの何を知ってるっていうのよ。そこまで言うんでしたら勝負しますか、ソラ先生。望むところよ。師匠との約束を守るためです。私負けません。
ひねりつぶしてやろう。愛ちゃん、大丈夫？ソラ先生と勝負です。平気だもん、絶対師匠は渡さないんだから。こんな無茶言ってくるおばさんに負けないもん。おばさん言うな。弥一と明日一緒に過ごす資格があるかどうか自分の実力を見て物を言いなさい。シャオもチチャと一緒にお出かけしたいんだよ。シャルちゃん、この二人の争いに巻き込まれたらうちらなんてひとたまりもないです。お二方、なんやエロおもろそうな話してはりますやんか。竜王さんがどないしたんどす？俺らにも一枚かませろや。てめえらだけ楽しんでるなんてずりーぜ。あなたたち。あわ、もち姉様がいらしたのです。いつも一緒の女流局長もだよ。いつもじゃねえよ。ごめんなさい。そな言いないな、捕虜。子供はん相手やろ、怯えてはるやんか。関係ない人は来ないでください。これは私とおばさんの問題なんです。邪魔しないで。まあまあ、そないけず言わんと。こなたらもその勝負乗らせておくれやす。おーや、チラッと聞こえたけど商品はクズの野郎なんだろ。勝者の総取りでいいよな。な、お二人も師匠を狙ってるんですね。まあ確かに商品としちゃ悪くねえよな。明日の竜王さんをかけとるんやろ。こなたとお寮も混ざりますえ。そんな勝手に決めないでください。ルナってんの？もしかしたらクズリュウ先生、いろんな女の人とお約束してたのかもです。え、最低じゃない。アイちゃんはモテ遊んだの？そうかもしれないです。そして騙された女たちが恋をめぐって熾烈な争いも始めたです。シャオも騙されちゃったの？お前ら何言ってんだ。明日クズに奢らせるって話じゃねえの？え？せやねえ、竜王さんしこたまため込んではるやろからな。暗情たからせてもらおう思うとるんです。つうわけで別に約束なんかしてねえけど、クズとの外出は俺がいただくぜ。本当にあのバカが約束しまくってたのかと思っちゃった。おや、銀子ちゃん、なんぞほっこりしたような顔しておざりますな。何を？んだよ銀子、顔真っ赤にして怒ってんのか。悔しかったら勝負に勝ってみやがれよ。怒ってへんよな銀子ちゃん。受けて立つわ。ちょっと勝手に決めないでください。文句があるんなら弥一のことは諦めなさい。そんな、ひどいです。ほな、明日の竜王さんのお財布をかけてこの4人で勝負いうことでよろしゅうござりますな。ふん、おう、クズのおごりは俺がもらってやるぜ。話が違いますけど、でも師匠は渡しません。相手が誰であっても。竜王さんとの明日のお出かけ争奪杯です。大変なことになっちゃったね。いくら愛ちゃんでもタイトルホルダーが相手だもん。しかも3人です。でも無理なのです。おや
なくなるの？おやおや、お子さんが神妙な顔しておざるの。ああ、実は俺もな、銀子はともかく、ガキ相手に生きがったって何の自慢にもならねえ気がすんだよな。せやね。どないでっしゃろ、銀子ちゃん、愛ちゃん。将棋以外の勝負にしいひん？ハンデが見えとんのもおもろないし、時間もかかりすぎるやろ。後から来て勝手なことばかり。私は負けられないし、負けるつもりもないけど、確かに時間がかかりすぎて明日お出かけどころじゃなくなっちゃう。せやろ、あんたハンラの事情も考えての提案の末で、何で決めようって言うの？どないしよう。あんたハンラは何ぞええ考えないどすか？え、ミオたち？時間がかからない勝負ですか？冬ガマ！それじゃあ勝負っつうより運試しになっちまうな。振り駒で師匠を譲れって言われても私は納得できません。同じく。せやろね。将棋崩しならどうです？将棋崩し、それなら頑張った方が勝つかもしれないね。悪うないな。あんたハンラはどうや？まあいいけど。へへ、血がたぎるぜ。わかりました。私絶対に勝ちますから。師匠とのお出かけを死守します。負けない。ほな、盤を囲んでおくれやす。待って、これは真剣勝負。4人で順に駒を取っていったら先手が有利すぎるわ。トーナメント方式にしましょう。そうですね、初戦の相手を振り駒で決めましょう。よろしいです。よし、決まったな。俺と小学生、そんでマチと銀子だな。時間がもったいないわ。さっさと始めるわよ。へえ、焦ると手元から崩らんぞ。月読坂さんこそ、減らず口ばかり叩いてると手元がおろそかになりますよ。ほな、お手柔らかによろしゅう。師匠とのお出かけを邪魔するなんて許せないもん。将棋崩しでもなんでも私は負けないんだから。お願いします。集中しててミオたち入り込めないね。そうですね、邪魔をするのも悪いですし、うちたちはそっちで対局するのはどうです？うん、やろやろ。じゃあ何しようかな。ほらほらどうや、気合入ってるぜ。まだ始まったばかりじゃないですか。私だって気合なら負けません。ふん、つっかかってきやがる。まあそうでなくちゃ面白くねえけどよ。ちっ、重なってやがる。ちょっと神経使いそうだな。だが気合で押し切るぜ。うわっ、ちくしょう、読みが甘かったかよ。取りやすくしてくれてありがとうございます。どんどんいただきますね。くっそ、やべえな。豪華コースが遠のいていきやがる。
私を差し置いて師匠と一緒に豪華なお食事だなんて絶対に認めませんから。ちくしょう、俺を気迫で圧倒するとはよ。小学生のくせに肝が据わってやがる。でもよ、まだ勝負は決まってねえぜ。まだ、まだだけど、でも、こうです。へへ、今度は俺が攻める番だな。一気に取り返すぜ。そう簡単に行くでしょうか。いけるに決まってんだろうがよ。俺を誰だと。うわぁ、ち、隙間がねえんだよ、畜生。そうですよ。だけど、私の指の細さなら。あ、そっか、ガキだから手が小さいのかよ。私が通せる隙間だけ残したんです、師匠とのお出かけを守るために。くっそ、なんてガキだ。そこまであのクズに入れ込んでやがんのかよ。さあ交代です、どうぞ。このガキ、またさっきと同じハメ手じゃねえかよ。飯代浮かせられると思ったのに。くっそー。真剣なお顔ですな。どないでも明日竜王さんとデートしたいう顔やね。放っておいてください。あれあれ、手元が狂いよったんですか。図星やったみたいやな。さっきからネチネチと。卑怯ですよ。なんもなんも、心当たりがあらへんのやったら動揺せえへんやろ。おしゃべりしとったらこなたまでミスしてもうた。集中せなあかんな。ほんま、えらい気迫でござりますな。竜王さんがかかっとる勝負やしな。あんま食いついてきいひんな。天狗言うても今一つ聞かへんもんどすな。おおきに。ほな、こなたも気張って取らなな。くぐりさん、そんなに弥一と食事に行きたいと思ってるんですか。私の邪魔をしても。そらそうどす。ようけうまいもん呼ばれて、しかも天下の竜王さんをこなたが独り占めできるんです。気合も入ろういうもんや。そうはさせませんから。言うたかて、勝てば竜王さんはこなたのようです。はあ、崩れてしもうたわ。ほな銀子ちゃんの番です。粘らはるな。あ、せやせや、竜王さんの女性の好み知ってはります。何だって言うんですか。竜王さん、ロリやなんやて噂立てられてはりますけどな。女は年上の女性が好みなんやてな。え、あれ、けったいな顔しはってどないしよりましてん。さっさと続きしてくださいよ。恋する乙女勇猛は難儀なもんでおざるな。あと、しんどいな。負けないわ、まだ負けてない。ああ、せやせや、もう一個思い出したんです。竜王さん、巨乳好きでおざるな。かなんな、竜王さんと二人っきりになったらえらいがんにされそうどす。いっそ思い切って誘惑してみんのもええかもしれへんですな。
も負けない。この勝負絶対負けられない。現実を見張ったらよろしおす。勝負も胸もこなたが上どす。勝つ。誰も遊んでくれないんだよ。待たせててごめんなさいです、シャルちゃん。でも今すごく大事な局面なのです。負けはったんですな。おめえもな。残念です。なかなか竜王さんと食卓を囲む機会なぞあれへんのに。んだよマジ、おめえもマジだったんかよ。クズのやつをおちょくって遊ぼうと思ってたのによ。清滝一門のガードは硬すぎやよ。悔しいけどよ、あの野郎大した人気だな。邪魔者は消えたわ。あとはあんただけね、コワッパ。最初に邪魔をしたのはソラ先生じゃないですか。もともと私がお出かけの約束をしてたんです。文句があるなら実力で黙らせてみせたらいいわ。先生を倒します。勝って師匠を返してもらいますから。弥一はあなたのものじゃない。師匠は私の師匠です。さあ勝負です。言いたい放題言ってくれたわね。弥一は私と VS するのよ。愛とお出かけだもん。弥一と遊んだことがある。弥一のためにも負けるわけにはいかない。別に師匠は関係ないじゃないですか。大佐の修羅場です。たかが将棋崩しでここまで。マジで崩し状を決定せんってとこじゃねえの。え、皆さんお揃いで何かあったんですか。もういらしたのです。あ、師匠。弥一、でも先に勝負をつけるわよ、コワッパ。勝った方が弥一と。私が勝つに決まってます。約束を果たすんです。おい、アイクズ、てめえ俺に熱心をおごりやがれ。ちょっと、何なんですか、いきなり。こなたら、明日のことでちと揉めておざってな。勝負しとったんです。それはそれは。なんで人ごとなんだよ、てめえは。月尾水香さん、俺が何か。空竜王さんおらへんかったもんな。ほら、そこに銀子ちゃんとお弟子さんがおらはるよ。こなたらとあの二人とでな。ちっちゃーん。勝負を。お、シャルちゃん。ちっちゃーん。シャオね、決まんなかったんだよ。ちっちゃを来て嬉しいだよ。そうかそうか、シャルちゃんが喜んでくれて俺も嬉しいよ。話の腰折られてもうたね。幼女に甘えんだよ、クズは。ちっちゃ、だっこして。だっこ。よしよし、シャルちゃん、どうしてつまんなかったの。みんなと一緒だったのに。みんなね、ちっちゃとデートしたくて勝負してたの。ん？デート？そうだよ、ちっちゃ、シャオとデートしよう。
デートか。シャルちゃんの頼みじゃ断れないな。よしよし、どこに行こうか。はあ、なに、嘘やろ。どうしてみんなそんなに驚いてるの？師匠とのお出かけ楽しみにして、こんなに頑張って約束を守ろうとしてるのに。するんだ。その子に誘われたら行くと思うんだ。ふざけんなてめえ。俺の苦労は何だったんだよ。竜王さん、ほんま小さい子がお好きなんですな。ほら、なんぼ気張ってもらっちゃあかんですな。愛ちゃん、すっごく頑張ったんですよ。クズリュウ先生を信じてたのに、愛ちゃんがかわいそうです。ちょっと、皆さん落ち着いて。俺は何も…ドラ!ドラムチー!最低…この女たらし、クズロリ野郎!来ちゃダメ、デートはね、甘いの、いっぱい食べよ。結局、勝利者はこの子ですか?クズロリ王の本領発揮でござるな。じゃ、なんで、俺なんで責められてるの？怒ってる？まさか、みんな本気で怒ってます？クグイさんまでなんか怒ってますよね？ちょっと、なんだかわかんないけど許して。あら、どうしてわかんないんですか？シャルちゃん、どうしてみんな怒ってるの？負けました、投了。ダメですか？助けて。読みたい話を選べばいいわ。